今回の調査対象はその第四隊長ラスティ。隊長が壁越えにて進行した領域を洗い、撃破された残骸から戦闘ログを回収してもらいたい。なお壁は現在アーキバスが掌握し、同社 MT 部隊が駐留する調査拠点となっている。よって本作戦は連中の主力が配置替えを行う間隙をついて決行されなければならない。限られた作戦時間内に十分な件数のログを回収する。これが今回の依頼内容だ。ガンズ13レイブン、迅速な遂行を期待する。
パーセント。有用な情報だ。調査対象の蒸気構成が見て取れる。見てる。だったら10パーセント。ここまでだ。まもなくアーキバスの主力部隊が戻ってくる。これだけ回収すれば十分だろう。新着メッセージ2件。ガンズサーティーン・レイブン、貴様の働きでベスパー4の情報が多少は集まった。ミシガン総長にも報告しておこう。もう1点、自己紹介がまだだったな。俺はコールサインガンズ6レッド、精鋭部隊レッドガンの末席に名を連ね、貴様のような独立傭兵の相手をしている。これからも使い倒してやるから覚悟をしておけ。登録番号 RB23、 識別名レイブン。あなたの実績情報が更新されました。機体 OS に対する強化権限が付与されます。もう一点、オールマインドはあなたを戦闘技能検証プログラムアリーナへと招待することを決定しました。アリーナは登録傭兵の技能向上支援を目的とした仮想戦闘シミュレータです。ルビコンにおける傭兵の格付け、それを測る一つの指標となるでしょう。ふるってご参加ください。戦闘技能検証プログラムアリーナへようこそ。最初の対象は AC マットスタンプ、識別名インビンシブルラミー。検証を開始します。メインシステム戦闘モード起動。終了します。お疲れ様でした。
主はルビコン解放戦線。ブリーフィングを確認しろ。壁の喪失は我々にとって手痛い一撃だった。だがあなたは企業の犬というだけではない。そう信じ協力を要請させてもらった。内容はベリウス地方における MT 製造で知られるボース第二工場の調査だ。ボースは顧客を選ばない。我々の戦力維持には欠かせない企業だ。その彼らの第二工場がアルバを境に突如として音信不通になった。ただの回線不調なら見て帰るだけなのだが、なんというかストライダーのこともあり内部でも慎重派の声が大きい。身内の恥を晒すようだがあなたの助力をもらえると助かる。
システム戦闘モード起動。ミッション開始だ。ボス第二交渉の調査を始める。周辺を確認しているが、機影一つ映らん。一体何があった？静かすぎる。避けろ、621。
システム戦闘モード起動。ミッション開始だ。ボース第二交渉の調査を始める。周辺を確認しているが機影一つ映らん。一体何があった？静かすぎる。避けろ、621。
しばらくぶりだね、ウォルター。なかなか元気そうじゃないか。新しい強化人間を連れてるようだが、617たちはどうした？仕事をしたさ。おかげでルビコンまでこぎつけた。そうかい。新入りの様子は？悪くはない。だが第4世代は不
定着メッセージ一件。戻ったか、621。ボース第二交渉で発見したコーラルの流出現象についてだが、あれは地中脂脈からわずかに染み出たものだ。あの井戸は放っておけば枯れていく。俺たちの目指すコーラルではない。それからお前には次の仕事を送っておいた。これは企業や解放戦線からの